ちは、リトルホワイトのあややです。今日はこちらスーパードームとなみ店様お邪魔しております。なのでここから今日は、実践収録ということでクシランチャンネルをお送りするわけなんですが、今日の私の実践機種、ご覧の通りエヴァンゲリオン9の実践を予定しております。はい、ということで私2015年初打ちからの、エヴァンも1回打ったことあるくらいで、もう初に等しいということでちょっと緊張してるんですけど、今日は今年の初当たりを狙って、たくさん大当たり狙って頑張りたいと思います。はい、ということでここで恒例の告知タイムに行こうと思います。はい、次回のこちらの寝台入れ替えは2月の2日予定されております。2月2日この日は、パチンココーナーにはハイジやイノキ導入予定となっております。そしてスロットコーナーは久々の A タイプ導入予定となっております。はい、この日もね、楽しみがいっぱい、そして盛り上がること間違いなしとなっておりますので、皆様ぜひぜひ遊びに来てください。はい、ということで、そしてそしてさらにさらに、はい、そしてさらにさらに、なんとこちらのホールに併設されていますこちら宮古うどんではですね、見てくださいじゃん、ということで今月1月と、そして来月の2月の最終週、この月末感謝といたしましてカレーフェスタが開催される予定となっております。はい、この週にはですね、通常300円のところ250円というさらにお安くなったカレーが皆様に召し上がっていただけるというようになっております。この機会にぜひ、まだ利用したことない方などもぜひぜひ美味しいカレー召し上がっていただければと思います。はい、ということでもうね、早速実践行きたいと思いますので、またホールでお会いしましょう。中にやってきました。外もね、駐車場すごかったですけど、中もすごいですね、やっぱり。お、あの人だかりはなんだ。はい、こちらお次は伝説の男が帰ってきたということで、サラリーマン金太郎のコーナーです。はい、設置台数が6台なんですけれども、大大大人気で本当に大盛り上がりとなって、このような調子となっております。おめでとうございます。さあ、皆様もぜひチャレンジしてみてください。こちらパチンココーナー新花のケージのコーナーです。全部で10台設置されていますが、ご覧の通りの満台となっております。さあ、皆様この後も引き続きご遊戯楽しんでください。はい、こちら CR 吉本さんです。当店では4台の設置となっております。総勢268人の芸人が出てくるということで、お笑い時にはたまらない質となっております。ぜひ皆様遊んでみてね。はい、こちらスロットコーナーのコーナー様です。全部で4台設置されていまして、連日満台の状況が続いております。皆様、水戸イエローゲート突入を目指して頑張ってください。ということで、席確保できました。こちらの、560番台ですね。大当たり1回、今457回転まで回っておりますが、ここから回していって、今日の初当たり、今年の初当たりいっぱいゲットしたいと思います。はい、ということで、じゃあ、おお、今回もこちらで実践行きたいと思います。さあ、皆様応援してくださいということで、パワー注入していきます。はい、ということで早速回していきましょう。勉強したんですけど、全くと言っていいほど頭に入らなかったんで、ちょっと大丈夫かな。今日もいろんな演出が見れるといいですね。あ、鳥肌。 NG の世界。
調べる。びっくり。これ澄み渡る梅酒とか春菜ミルクとか、あ、これカンパリソーダとか名前おしゃれですね。あとはこれなんだろう、程よい酸味と甘みが広がるシャンパンのようなお酒とか言って、おしゃれなものがいっぱいありますね。うん、なんかこういうの他で見たことがないような種類がね、たくさん取り揃えられてるので、ちょっと興味がある方はぜひぜひこちら交換してみてください。あとね、ここ見て、美味しい缶詰もあるよ。お、なんだ、これは。こんな機能が、フラグ内モニター不能、フラグシーワイルド、みんなは全て規格外です。汚染区域とつもりとはなくとは、
めっちゃ笑ってる。はい、ということで単発でした。スーパードーム砺波店。はい、ということで実践の方終了いたしました。はい、結果として大当たりは2回ゲットできたんですけど、まず最初の大当たりが金フラッシュとかなんかいろいろなんかこうやって縛ってくるやつから、とりあえず金がいっぱい出て、それでアスカとマリの協力のもと大当たりゲットすることができました。でそれが15ラウンドだったんですけど、なんとそれは単発で終わってしまって、で2回目のやつがこのダブルロンギニスかな、それで引き戻しになって大当たりゲットすることができましたって感じなんだけど、まさかそこでも単発で、単発の2回大当たりゲットしました。まあこれもある意味レアという感じなんですけど、まあそんなレアはね別に嬉しくないけども、まあ、とりあえず大当たり2回ゲットできました。はい、ちょっとね単発あれって感じだったのか、後ろでずっとカメラマンさんが笑ってたんですけど、まあ、そんなこともありながらの今日のプシュランチャンネル収録でした。そして設置されてたエヴァンゲリオン全て満台となって、皆様本当に大変大盛り上がりとなっておりました。拡大計数機もね設置されてるので、皆様快適に、ご遊戯時間楽しめたんじゃないかなと思います。はい、ということでもしね、皆様遊べる時があれば、ぜひぜひこちらのスーパードーム砺波店様のエヴァンゲリオン9チャレンジしてみてください。はい、ということで私はそうですね、今日はニコニコ笑顔で帰れるということで、2015年初当たり嬉しかったので、帰りになんか美味しいスイーツでも買って帰ろうと思います。はい、まとまりないけど、じゃあねー。先が見えない一歩前は道、今頃わかったよ、君が後ろ支えてくれたこと。分かち合う喜び、時にはすっ転び、体中の傷が友と共に絆。大粒涙ダイヤに変わる、ここに立って初めて気づいたよ、これからも一生君とのステージ。負けアバンテージ、上げよボルテージ。